来へ、未来シティ研究所。あー疲れた。今日は両親が出かけているので、空港までじいちゃんが迎えに来てくれるらしい。でもじいちゃん運転あまりうまくないんだよな。あーまいまおかえり。何これ、車斜めになってるじゃん。駐車苦手なんだべ。よし出発すんべ。ストップザ交通事故。何も変わりなかった。じいちゃん運転中は無口なんだよね。おじいちゃんこんにちは。こんにちは。え、誰に挨拶してんの。未来では運転が苦手なおじいちゃんでも安全で快適なドライブができるんですよ。じゃあお願いすっぺ。おじいちゃん大丈夫。それを叶えてくれるのがこの小さなチップなんです。このチップによって車載カメラの画像から8つの情報を同時に認識すると、歩行者や信号、標識などを検知して運転を支援してくれるのです。さあ未来の運転を体験してみてください。ミムの家までの道は昼間は走りやすくても、夜間になると真っ暗。そんな時、未来の運転サポートシステムがあれば、見えにくい速度標識を認識してスピードを落としてくれます。ミムはどんな時に夏を感じるかな。海開きかな。じいちゃんは。わしは夫がコールドになる時だべ。何それ、逆でしょ。あ、右にちょっと寄りすぎかな。さらに対向車線にはみ出ないよう車をコントロール。夫がコールドになる時わからんかな。何、謎かけ。おじいちゃんそれがつこう。横断歩道前におばあちゃんが。え、どこだ。気づきにくい歩行者も検知。人がいるのよく気がついたの。わあ、やっと家に帰ってきた。でもじいちゃん駐車大丈夫。任しとけ。おじいちゃんが苦手な駐車も聴感表示で正確に、さらに周囲一般物体検知で人などを見つけブレーキがかかります。よっしゃ。さて話の続きは。ホットがコールドになるし、いらっしゃる人が頭下げるんじゃ。何それ、教えて。私がお答えしましょう。それは自動販売機ですね。そして車も自動運転の時代に。では、そんな時代もうすぐ来ますよ。